こんにちは、Fスターの丸山です。今回ですね、某は恐れているのネタバレあり感想レビューでございます。まだ見てないよって人はね、前回ネタバレなしでレビューやってますんで、それをよければ見てほしいなと思います。この作品、あのアリアスターの中でもかなり考察余白がめちゃくちゃ多い作品だと思いますんで、よければね、コメント欄の方でコメントいただけますと幸いでございます。それじゃあやっていきましょう。冒頭からね、わけわかんなかったですもんね今まであった、商業作品ヘレディタリーと、そしてミッドサマーですね、この2本、で今作のボアを恐れているの3本で、比べてみても一番尖ってたなという感じでしたね。グラグラする映像の連発で、話の流れもグラグラするなという感じでしたね。冒頭のね、あの賛同というか、もうノイズから始まりますよね。カウンセラーのところのシーンがありまして、で帰ってくるとヤバすぎる街ってか、もうその最初のシーケンス、車で引かれるまでのもうヤバすぎる、その下等すぎる街っていうのがもう超怖いっていうか、こんなに下等な街あるっていう感じですよね。だからこう現実にプラスボーンのイメージが映像化されてる部分も足されててね、かなりカオスな映像だったなと思いましたね。オートロックの鍵開いててあんなゾロゾロ入ってくかねっていう感じでしたもんね。上見上げたらね、男がいてみたいな、これはどっちなのっていうねこれ現実っすかみたいなやばいなっていう感じでしたね。で外出るとめった刺しにしてるやつ出てきてね、あの全裸のおっさんが、うわ出たと思って、出たよめった刺しと思って、で案の定手をめった刺しにされるっていうね。ヘレディタリーでもね、この首をめった刺しにするシーンとか、自分で首をめった刺しにするシーンとかあったりしてね、あれは僕の中でかなりトラウマだったんで、今回もやってくれたなという感じでしたね。ちょっと笑える、まだなんかねはい。で今回もね、母の死をきっかけにして実家に帰っていくという感じでね、お母さんが死ぬ前にもう結構イカれた世界観なんですけどなんですけど、そっからどんどん加速していって、やばい方に進んでいくという感じで、やっぱり今回もテーマとしては家族っていうのがあるんだなというふうには思いましたね。ヘレディタリーもあのおばあちゃんが死んじゃってから話が進んでいくという感じだし、ミッドサマーも家族が無理心中しちゃってそっから話が進んでいくという感じだったんでね、やっぱりこの家族というか家族とのトラウマっていうところは、やっぱあるんだなと思ってたのと、さらに今回はもうメインになってたなという感じでした。動機というか、まあきっかけとしてそういったものが使われてたなと思ったんですけど、今回はねストーリーの目的と、そしてテーマってところにも、まあ、完全に直結しててね、かなりもう大胆に、踏み込んできたなという印象でございましたね。で今回ね、まあ、4幕構成になってるというのがもう結構公式サイトにも出てましたけど、まあ、最初があの家のシーンですね、そこからトラックに引かれるまでが第1幕と、で第2幕があの謎の家族脱走して木にぶつかって倒れるまでが第2幕と、でその後森の孤児たちに会って感電のショックで倒れるまでが、第3幕で、最後が、家にたどり着いて全部終わるまでが第4幕という流れになってたそうですね。第2幕目ですね、この謎の家の部分、まあ、ここがもうなんだっていう感じでしたね。終始なんでここに留まってんのか、マジで謎というかめちゃくちゃ気持ち悪いんですよね。お母さんの家目指さなきゃいけないのに、その家からなんか動かせてくれないというか、その家からなんか出させてくれないようにめちゃくちゃ仕向けられててね、翌日家に送ってってやるよっつってね、あの博士じゃねえや、医者か、医者のお父さんが言ってたんですけど、急に手術が入って行けなくなってしまったりとかね。でそんで代わりに送っててやるっつって、あの妹っていうか娘かが行こうとしたら、全然家の周りぐるぐるしてるだけだったみたいな、はい、気づいたら家に返されてたっていうのもあったりして、違う映画が突然始まったみたいな感じがしてね、すごく気持ち悪かったっすね。あそこね、チャンネル78を見ろっつってね、でそれ実際に見ると監視カメラの映像になってると、一応最後のところへの伏線になってたなという感じでしたね。本当の家族なのか疑似家族なのかっていうね、そこもいまいちよく分かんなくて気持ち悪いなと終始思う家のシーケンスでございましたね。であと亡くなったお兄さん、戦争で亡くなったっつってたお兄さんの部屋
でペンキを塗るじゃないですか。あそこまあほんとどうでもいいんですけど、オーウェンのポスターがねパッパって貼ってあって、あ結構絵も好きなのかなみたいな、US インディー好きなタイプのお兄ちゃんだったんだなと思って、めちゃめちゃ話合いそうだなと思って、ちょっとテンション上がっちゃいましたけど、はい、めっちゃどうでもいいっすね。ここのシーケンスだと回想シーンかな、はい、あの葉っぱを吸ってからシームレスに行く回想シーンの流れですね。これは見事でしたね。はい、マジで悪夢的、うん、素晴らしいですね。本当にシームレスだし、最初にチラッと出てた写真の女の子のエレインとのあの別れ際のところですよね。あそこでもボーのその病気、セックスをすると死んでしまうっていうね、病気が分かるというのもあったり、キスをして強制的にこう別れさせられるみたいな、ところもありまして、ボーの母親がねめちゃくちゃ異様に止めるんですよね。なんかさっきまではめちゃめちゃアドバイスしてたのに、そこのシーンになるとめちゃくちゃ拒絶するんですよね。あのお母さんの異常さってのがすでにちょっと出てたなっていう感じでしたね。若干ねもうあそこで辻褄が合ってなくてね、気持ち悪さがあったなと思いましたね。はい、で森の孤児でのね、ここでもまたね作風がめちゃめちゃ変わると、絵本演出みたいな感じでね、劇の中に入り込んでいくようなね、映像になってましてね、で劇の内容っていうのもボーが体験してきたことを映像にしてるように見える、だけども多分違うというか、ボーが劇に入りすぎてるだけなのか、これがめちゃくちゃ難しいバランスだったなと思いましたね。子供が3人いるみたいなね、それは多分ないだろうなとも思ったりする。でも最後の最後で客席の森の中からボーが出てきて、劇と現実がこうめちゃめちゃ曖昧になる瞬間があったりしてね、うん、なんだろう、結構イマーシブシアターみたいな感じでね、観客参加型の、劇場みたいな、劇団みたいなね、そういう感じがあって、実際にあのニューヨークとかでね、なんかイマーシブシアターっていうのがなんかあるみたいですね。その客席、お客さんも一緒に劇を作っていくっていうね、ものがありまして、はい、そういうものを取り入れたのかなという感じでございました。であのお父さんみたいな人も出てきましたけどね、あれも本当にお父さんなのか本当にいた人なのか、ボーのイメージなのかっていうのもかなり曖昧でしたよね。爆発しちゃったからね、追っ手のあの元軍人の人いたじゃないですか、危ない人、あの人がこう倒れて銃撃ってて、こう肩ババババババッつって、あのマシンガン止めらんなくて肩貫通して、自分の肩貫通して後ろのやつ撃つみたいな、もうむちゃくちゃな描写がありましたけど、あれはちょっと最高でしたねこういうのだよねアリアスターっていう感じはちょっととありました。で第4幕目ですね、その家に着くんですけど、いやこっからのねツイストがめちゃくちゃ面白かったですね。急にグワッと展開していくというか、もうひっくり返っていく、いろいろここはすごかった、アリアスターさすがだなというところでございましたね。で最後の、第4幕目で家に着きますと、でお母さんと対面すると、葬儀も終わっちゃったという感じでね、何もなくて本当に寂しい空間の家で一人でボーがいると。でそうするとエレインが来るんですね。はい、でなんかめちゃくちゃムーディーなね曲が流れててね、まあ普通の映画だったらここで終わると思うんですよね。主人公がこう成長して一人で頑張ってここの家にたどり着いた、初恋の人に会って結ばれるみたいなね、そういうヒューマンドラマだったらここで終わってハッピーエンドなんですよ。ここで終わんないのがアリアスターだよなっていう感じで、そのままやっちゃうっていうね、はい、いたしちゃう、死なないのかなっていうね、大丈夫かなと思ったら相手が死ぬのっていうね、あそっちっていう、しかも死後硬直めちゃくちゃ早くて、上に乗ってた体勢のままカチコチで運ばれていくっていう、またシュールな絵もあったりして、いやーなんかもんと不条理というか、ブラックなギャグかましてくるなと思ったりしつつね、お母さんがボンに対してね嘘をついていて、っていうところがまたここで暴かれたっていうことなのかなと思いましたね。お母さん出てくると生きてんだっていうね、いやーやっぱ変な映画ですよね。まあ超やばい、もう毒親だと、息子を支配しようとしてる、ようにしか見えないしね。でここの本当の母親に出会うまでね、母性の象徴みたいな人とちょくちょく会ってて、第2幕目のあの家のお母さんと第3幕目の妊婦の人ですね、僕たちもイメージするようなかなり母性がある優しい母親像っていうものを出してたので、ここで最後に実の母がこんなにヤバい人っていうのがよりこう見えるように、
うまくこう仕込まれてたなと思いましたね。まあある種三段落ちみたいなとこだと思うんですけど、それをなんか目立たないようにじっくりやってたなと。でそれが最後にめちゃめちゃ効いてたなというところでしたね。でそれと某がねここまで見ていた夢の映像ですね、屋根裏のシーンっていうところ、これがついに暴かれると某のトラウマなんだろうなと思ってぼーっと見てましたけど、怒られてる男の子っていうのはまあ某なんだろうなと。で屋根裏に閉じ込められたことがあってそれがトラウマなんだろうなぐらいにしか思ってなかった。某が作り出してた別人格とかじゃなくて実際にいた人だった。でそんででかっ親父でかっ親父出てきて、これはなんだとまあ実際に父親があそこに繋がれてたんだろうなっていう感じですよね。で、それが肥大化して見えたと、性欲の権化みたいな感じで肥大化してたという感じでしたね。さすがに爆笑しちゃったよね親父は。元軍人がまた来てめった刺しにするっていう、まためった刺しだわ。脳をこうぶっ刺されて殺されるっていうのをね、スターシップトルーパーズにね脳みそを食うね虫がいたんですけど、それをめちゃくちゃ思い出しましたね。なんか父親っていうか知性っていうところをもう完全に排除したいんだこの母親はと、男性性かな、男性性っていうものを完全に排除したいっていう母親なんだなと。あ、本当にやばいんだこの人。だから今までセックスをしたら死ぬよっていう脅しもあった。某がかなり自主性がないように見えるっていうのもこの母親のせいなんだっていうのがね、もう一発でわかる屋根裏になってましたね。お母さんを締め殺しちゃうと、カッコ仮ですけど、でそっからあのボートを見つけて海の方の中にある洞窟に行くと、ドームの会場みたいになってるっていうね。いや最後の裁判ここ始まりますと。いやーこのなんだろう、ここでボーがねずっと監視されてたってのが分かると。家も監視されてたし、第2幕目の家ですね、あそこも監視されてた。だからあの時のお母さんは、あの家のお母さんは結構ボーを助けようとしてくれてたんだなっていうのがめちゃめちゃ分かったなと。ボーの今までの悪事みたいなものがここで裁かれていくんですけど、そんな悪いことしてない、まあ人間だったらあるよなっていう、矛盾ですね。誰しもこんなことあるよねっていうところをガンガン突きつけていくんですよね。もうめちゃめちゃ不条理だし、観客、あの映像の中にいる観客も何も言わない。この映画って結構ボーの頭の中と現実、映画の中の現実っていうのがシームレスに繋がってたんですけども、あそこの最後のシーンはもはや、ここのリアル、今見てる私たちと映画の中、ここもシームレスになったんだついにっていう感じで、いやとんでもねえなというところでしたね。はい、でもうあそこの観客も見てることしかできない、俺たちも見てることしかできないという感じ、そのまま誰も助けてくれず終わると。エンドロールもあのまま行くでしょう。あれもねすげえ意地悪だよね。お母さん監視してたけど、その僕たちもまあ見てるだけだったんですよね。お母さんと同じような立場だったんだというところをめちゃめちゃ突きつけられるというか、最後はかわいそうだなと思うんだけども、なんか結局ここまで楽しんで見てた俺たちも同罪なんだよなっていうのをすごく思いましたね。だからね最後はめちゃめちゃゾッとしたなという感じでした。最初ね生まれる瞬間から始まっていくと、で最後も水の中で溺れて死んでいく、だから水に始まって水に終わるっていうこの、まあ、円環構造なのかな、はい、そういうところもね綺麗というか見事だったんじゃないかなと思いましたね。いかがでしたみんながねどんな考察したのかっていうところはねめちゃめちゃ気になるんで、コメント欄でねぜひ感想をいただけたらねありがたいなと思ってます。はい、っていう感じで、よければ高評価チャンネル登録をお願いいたします。で概要欄にねいろいろ貼ってありますんで、よければ見てほしいなと思ってます。それじゃあまた。